ありがとうございます。今回は数あるニュースサイトの中からを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、デッドプール&ウルバリンオリジナルネックレス&バッカーカードを3名様にいたします。コピーライト2024-20th センチュリースタジオス、コピーライト &2024 マーベル、デッドプールは初作デッドプール2016で公開当時世界興行収入850億円を超える大ヒットを記録。その続編となるデッドプールに2018ではさらに記録を塗り替え1120億円を突破し、 R 指定の世界歴代記録をことごとく更新したアクションです。そんなデッドプールと非でも絶大な人気を誇るヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが共演する最新作デッドプール&ウルヴァリンが7月24日水曜日より世界最速公開。コピーライト2024-20thセンチュリースタジオス、コピーライト&2024マーベル、不治の病を治療するために受けた人体実験で自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のエド・ウィルソン、ライアン・レイノルズ。何でもありの破天荒なクソ無責任ヒーローデッドプールとして活躍する彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに。デッドプールが助けを求めたのは予測不可能なこのミッションの鍵を握るウルヴァリン、ヒュー・ジャックマン。ウルヴァリンといえばデッドプールが爪野郎と呼び、これまで何度もいじり倒してきた人気キャラクターで、キレるとやばい、さよそれアウトロー。混ぜるな、危険な R 指定ヒーローの二人が暴れ回る、この夏、一番過激で笑えるアクションエンターテインメント、超大作、デッドプール&ウルヴァリンは、今課題注目の位置となっています。デッドプール&ウルヴァリン公開情報、7月24日水曜日より世界最速公開。監督ショーン・レヴィ、フリーガイ、ナイトミュージアム、キャストライアン・レイノルズ、ヒュー・ジャックマン。ヴィヴァン声優加瀬康幸、山地和弘、林真理花、三上明、一柳美瑠、忽那汐里、影平隆一、島村優。現代デッドプール&ウルヴァリン US 公開日2024年7月26日公式サイト、公式 X、オリジナルネックレス&バッカーカード概要作公開を記念して、オリジナルネックレス&バッカーカードを3名様に。応募方法の X アカウント、ニュースをフォロー&以下のツイートをリポスト。受付期間2024年7月17日水曜日から7月22日月曜日18時、応募受付終了後厳正なる抽選を行います。当選者の方にはニュースのアカウントから X のダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。キャンペーン規約はをご覧ください。当選者確定フロー、当選者発表日7月23日火曜日、当選者発表方法、応募受付終了後厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。当選者発表後の流れ、当選者様には運営スタッフから7月23日火曜日中にダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。7月25日木曜日正午までに当選者様からのお返事が確認できない場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。